こんにちは先日 iTunes ギフトコール1000円分が当たったという連絡があーグーポイントから来ましたすっかりグーポイントのポイント得点交換をしていたことを忘れていたので、えー、なんかびっくりしましたもしかしたら申し込む人が少なかったのかもしれません私は OCN モバイルワンを利用しています利用していると利用料金に応じてグーポイントが自然に溜まってきますこのグーポイントなんですけれどもこちらのような商品に使えますカタロンギフト抽選これはポイントで応募しますね電子マネーと電子クーポン、うん こので、これは、あ、例えば、jal とか、ANA のマイルとか、あと楽天ポイントなんかに交換できます。ntt コム料金割引。募金。nttx ストアの割引クーポン。買い安ドットネットを買える。これらで、利用できます。では、次に、こちらの動画をご覧ください。 こちらがあポイント特典交換の申し込みをした時のシイラ性ですね、えー。申し込んだのは2020年の2月5日で、お、えー、申し込み特典名として、えー、抽選 iTunes ギフトコード全部デジタルコードになってます。えー、一口当たりの交換ポイント数はゼロポイントで、えー、申し込みコース口数が一口ですね。で申し込んでますね。 まあ,あ、ゼロポイントで申し込んでるってことですね。あと、申し込みの内容ごとの特典提供時期とかが書いてありますね。カタロンギフトだと約4週後。電子マネー、電子クーポンだと、えー、2週間以内ですかね。で、抽選はあ商品の発送を持って返させていただきますとなっていますね。 えー、そして、えー、こちらがですねグーポイント当選のお知らせになります。えー、この度は抽選商品抽選 iTunes ギフトコード1000円分デジタルコードにご応募いただきまして誠にありがとうございました。厳正なる抽選の結果当選されましたおめでとうございますということでクーポンの内容として、えー、iTunes ギフトコード1000円分で、えー、これクーポンコードですね、えー、書いてあって えー、クーポン有効期限があ2021年3月31日で管理番号が書いてあると。で、えー、こちらのリンクからクーポンを利用できますというふうになっています。以上です。いかがでしたでしょうか ?OCN モバイル1を使って、えー、約半年経ちました。今のところ通信でも問題ないですし、えー、利用料金も比較的安いし、えー ポイントもいつの間にかついてでついて貯、えー、まったりしていて、えー、全体的に見てお得感があります。今回ポイントを使って、えー、抽選に参加したんですけれどもたまたま iTunes ギフトコール千円分が当たって本当にラッキーって感じです、えー。初めて申し込みで当たったのでもしかしたらあ抽選の参加者が少なかったのかなって思いました。 機会があれば、ままたた抽選に申し込みいいと思います。ちなみに iTunes ギフトコール1000円分ですけれども App Store&iTunes ギフトカードとコンテンツカードを使うというこちらのサイトにアクセスしまして、えー、ギフトカードまたはコールを使うというリンクがあるんでこれをクリックしてギフトカードの番号を入れることで、えー、AppleID の残高にいい1000円分が 組み込まれます。実際にやってみた結果はこちらのようになります。ちゃんと残高が1000円になってますよね。えー、これはアプリの購入でもお使いないなって思います。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。